皆さんこんばんは。私は講義というよりも愚痴をこぼさせていただきます。まず一つ目、石破さん、このテロ活動はテロ行為ではなくて安倍晋三のアベノミクス想定外の第4の矢です。れっきとした経済活動です。皆さん考えてみてください。永田町、国会議事堂、霞ヶ関の地下鉄料金十分払っていますよね。そしてこのように皆さん独自でポスターを作ったり、ネットプリントで A3 100円、結構お金かかって A4 50円、カラープリントしてお金かかってます。れっきとした経済活動です。この2年9ヶ月間の反原発運動も含めればどれだけのお金が動いたんでしょうか。皆さん胸を張って抗議活動しましょう。衆議院国家安全保障に関する特別委員会、町村さん、参議院同じく委員会の委員長だった中川さん、ご親戚ですよね。中川さん、中川委員長、あなたは東大法学部を出て大蔵省に優勝しましたが、出世コースに敗れ事務次官になったものの環境省ですよね。あなたが環境省の事務次官になれたのを奥さんのお父さんである参議院議員の議長であった原文明さんのおかげではないんですか。原文明さんは警視総監も務められ、その原文明さんのお母さんは町村さんの姪子さんですか、隕石関係にあるということで、非常にですね、木内稔さんのお父さんも、警視庁の公安部長も務められたという形で、今回の委員会のメンバーは家族ぐるみ、子孫ぐるみで公安関係、警察関係と非常に私は危惧しておりますので、やっぱりこういった部分といいますか、国会議員だけではなく官僚の皆さん、隕石関係で議員の娘さんを嫁さんにして出世するとかですね、そういうことでですね、権力を放置とかいい加減なことは考えないでください。そして3人目、公明党の大内さん、衆議院の特別委員会において最終日26日町村さんに続いて質問をした2人目の方です。この方は国連の人権委員会の今回の法案に対する危惧に対して何と言ったか、勘違いが甚だしい、不安があって不安すぎると、こういうようなことを言いましたが、国連の人権委員会、場所は違っても、ジュネーブの欧州本部からの人権委員会からは、福島の現状に関して、非常に危惧されているという、同じような指摘がありました、公明党の皆さん、つまり創価学会の皆さん、東海比例区の大口さん、いいんですか。人権委員のそういった人権に対する保護の言葉に対してノーという言葉を突きつけてる人ですよ。つまり福島のこの現状に対するノーという意味なんですよ。公明党の皆さん、創価学会の皆さん、次の選挙ではノーと言って突きつけてください。逆に言えば、比例なんて落とすことができませんから、比例名簿に乗らないようにそういう働きかけをしてください。お願いします。そして最後に、余計なことを言っちゃった西田正さんですか、京都選出の参議院の方、我々が一党出てるという発想っていうのは、あなたが人望がなくボランティアであなたを助けようという人が一人もいないから、今までお金を払って人を集めることしかできなかったから、そういう発想になるんですよ。国会議員というバッジをつけてることが間違いなんだ。